アンジェロ・モンティチェリの解釈によるアキレウスの盾のデザイン。古代と現代の衣装より、アキレウスの盾とは、ギリシア神話の英雄アキレウスがヘクトールと戦う、時に用いた盾である。ホメーロスのイーリアス第18か478から608行での記述が有名である。詩の中で、アキレウスは、友のパトロクロスに防具を貸すが、パトロクロスは、 ヘクトールとの戦いで倒れ、武具は戦利品として奪われてしまう。そこで、アキレウスの母テティスは、ン野の神、ヘイパイストスに代わりの防具を与えるよう求める。この盾を描写した一説は、エクフラシスの初期の例であり、かつては、ヘイシオドスの作とされていた、ヘイラクレースの盾を含む構成の多くの死に影響を与えた。 ウェルギリウスのアイネイス第八章におけるアイネアースの盾の描写は明白にホメーロスを手本にしている。WH オーデンの詩アキレウスの盾はホメーロスの描写を二十世紀の言葉で改めて想像してみている。アントニン・シュコダによる盾の見取り図。上のモンティチェリのものとは一致しないホメーロスは新しい盾を装飾している図像を詳細に描写している。 縦の中央から始まり外側へと、円のレイヤーが、幾層にも重なっており、以下のようなレイアウトとなっている、大地、空と、海、太陽、月と星座。人々で溢れた二つの美しい都市、片方の都市では、結婚式と訴訟が行われている。もう片方の都市は敵軍に包囲されており、奇襲と戦闘の様子が描かれている。 畑に三度目の幸運が行われている。王の土地では、収穫が行われている。どう園では、どうつまみが行われている。まっすぐな角をした牛の群、戦闘の牛が二頭の野生のライオンに襲われており、牛飼いたちとその犬たちが撃退しようとしている。牧羊場の風景。ダンスフロアで、若い男女たちが踊っている。オーケアノスの大いなる海流。 アキレヨンにあるアキレウス像、アキレウスの盾の一節は様々な読み方をすることができる。一つの解釈は、この盾が単純に世界全体を物質的にカプセル化しているというものである。盾の各層は一連の対比を成している、すなわち戦争と平和、労働と祝祭であるが、平和な都市の中での殺人の存在は、人間は、 争いから完全に解放されることはないということを思わせる。ドイツの作家、ボルフガング・シャーデバルトは、こうした、正反対のもの,の工作は、文明化した、本質的に秩序のある、生活の基本的な形を示しているのだと論じた。この対比はまた、我々に、戦争を平和との関係において見るように仕向ける、方法とも考えられている。 盾の描写の一節は、パトロクロスの意外をめぐる戦いと、アキレウスの戦場への復帰との中間に位置し、後者はこの詩の最も血生臭い部分の一つの原動力となっている。したがって、盾の場面は、トロイア戦争における暴力の無慈悲さを強調するのに、用いられる、差し迫る、破滅の前の静けさとして読まれうる。また、トロイアが、 最終的に陥落してしまえば失われてしまうもののことを読者に思い起こさせるものとしても読むことができよう。ありがとうございます。